NHK が10月16日の定例会見で、スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所からマネジメント業務などを引き継いだ STARTO エンターテインメントのタレント番組起用を再開すると発表した。稲葉信夫会長が明らかにしました。旧ジャニーズ事務所が小ジャニー喜多川氏の性果害を認めた2023年9月以降、NHK は新規の番組起用を見合わせてきました。 稲葉会長は、スマイルアップ s t a r t o と定期的に対話をしてきたこと、被害者保障と再発防止の取り組み、両者の経営の分離も着実に進んでいることが確認できたことから、政策現場の判断で起用を再開すると語りました。しかし、これで全て終わったとは当然考えておりません、と予防線も張っていました。つまり 視聴者ののの反応応を見なながらの対応になるのでしょう、芸能ライター。NHK のこの対応に、旧ジャニーズ時代からのファンは怒り心頭だ。旧ジャニーと NHK の蜜月関係は有名でしたよ。ジャニーズ部屋、と称される専用のリハーサル室を提供して自由に使わせていたことが報じられました。そこではジュニアたちが自宅リビングのようにくつろぎ、ジャニー氏も頻繁に出入りしていたといいます。